はい、国道220です。今道の駅垂水にいたんですけど、桜島の噴煙が道の駅の方にもう今晩にかけて流れてくるので、今もですねこっちの方に来てもこっちの方山見えないみたいになってます。で、垂水の中心街まで行くとその噴煙は来ないっていうのが分かってるので、そっちの方に道の駅があるので移動します。13キロほどここから。昨日はですねここまで歩いて道の駅からですね何キロ歩いたのか、なんだかんだ探しながらですね、で、ほとんど見つかったんだけど見つからないものが出てきて、まあ余分に歩いたなって。ここ今桜島と右桜島ですけど、こっちとの方がいつの時代かくっついたんですね、もう少し前方で。で今くっついてるから、こう右の海は左の方に湾のように入り込んでいます。その橋を今渡っている。だからなんか珍しいものあるならその右の湾の方ですね行ってみたいなと思って今調べてみたんですけど、なんか魅力がまだ見つかってないです。でこれどっかからもう少し行ってから、桜島周回道路を回る周回道路があります。埋没鳥居っていうのもあったりですね。で昨日その、今通ってきたところの近くの山の上に埋没鳥居がありました、まあ、そんなの見たり、安徳天皇の墓と言われてるところがあるとかですね、そんなの。まあそういうことで、向かってます次の道の駅に。